今回のステージで安室は全19曲を歌い踊る。全ての曲にダイナミックにして繊細な振り付けが用意されている。ビデオカメラの前で踊ってはテープを再生し、何度もチェックを繰り返す。もしそれ楽しみだったら1日でいいんだろう。でも私だってバンエイドがあるから。全てを自分のものにできるのだろうか。不安を鎮めるかのようにはしゃぐ安室の姿がそこにあった。あっち向いてほい、最初にグーじゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あっち向いてほい。6階にあるおいしいもの、6階、6階ってごらん、6階、何でもいいよ、何でもいいの、何でもいい、一瞬18歳の素顔が覗く。美味しくないの買ってってやる。8月12日ステージ衣装のデザイン図がスタジオに届いた。日頃ファッションにそれほど興味はないと語る安室だが、舞台を引き立たせるためのステージ衣装へのこだわりは強い。日本中にアムラーと呼ばれる少女たちがいる。ファンの期待は裏切れない。メンバーから飛び出した注文にはっきりと意見を主張するアムロ。でもかっこいいよ、これ結構見ると絵だからそういう風にしか見えないと思うけど。うちに秘めた強烈なプロ意識が覗く。公演を1ヶ月後に控え、ステージの設計図を前に全体会議が開かれた。2日間のコンサートに関わるスタッフは総勢3500人。18歳の少女を中心に巨大なプロジェクトが動き始めた。全長130メートルのステージが女性歌手としては史上最年少で挑むスタジアムコンサートの舞台となる。おはようございます。おはようございます。寝坊しちゃった。日本の芸能界でも超一流と言われる安室の踊り。彼女自身のたゆまぬ努力が平成の舞姫を生んだ。納得するまで何度でも繰り返し踊る。そうして昨日の自分を超えていく。沖縄で培われた強靭な意志が今の安室を支えている。やっぱキレの良さですかね。あとポージング、ポージングこれ全部こういう風に流れちゃわないで、ここは止めるとか、ここはこうとか、そう動きの違いが分かる子言っただけで好きなんだなっていうのが、踊ることが好きっていうものはすごい伝わってきます。リハーサルの合間を縫ってこの日初めて出演した映画の舞台挨拶。映画は全くの初めてでいらっしゃいますね。はい、そうです。いかがでした？あ、大変でした。なんかいろいろ。安室が動けばマスコミも動く。時代のヒロインをカメラに収めようと取材陣が列を連ねる。渋谷、池袋、銀座、新宿、どの劇場にも多くのファンが詰めかけた。東京に出てスターになる。空前の安室旋風は彼女が夢を達成した一つの証である。なれますね。なれ。なんかやってもらうね。なんだよ。移動のためのバスの周りを多くのファンが取り囲む。窓の向こうに東京が走り去る。安室の胸にマックスのメンバーと共にスーパーモンキーズの一員として上京したあの頃の思い出が蘇る。成功までには長い道のりがあった。従業員しか見てくれないスーパーマーケットでのキャンペーン。もう朝起きたらなんかフライパンとか持ってカン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 とかって起こされて、トレーニング始めるよとかって言われて、みんなこうやって布団だなんで、つらいね朝からとかって言って。私たち甘いもの食べちゃいけなかったんですね。
絶対にこう太ったりだとかそういうのでプロ意識を持ちなさいとかって言われてて、でやっぱりみんな14、5歳で甘いの食べたいんですよ、お菓子を。でジョギングとかしてる時になんかコースを変えて走る子とかいて、その時実はお菓子買って食べてたとか。やっぱり5人いたから支えになったっていうのはかなり、あると思います。それが1人だと多分すぐ沖縄に帰っちゃってたと思います。私だったら5人もいたからこう頑張ろうって気にもなったし、こう5対1じゃ多分5人の方が勝つだろうなって思う気持ちもあったから、1人で挫折するのは他のメンバーにも申し訳ないなって思ってたし、4人が他の4人が支えになってたから多分頑張れたんだと思いますけど。そんな彼女たちがデビュー直後から出演していた NHK ポップジャム、今でこそメインゲストとして招かれるようになった安室だが、当初はバックダンサーとしての出演だった。すごい、でもステージに立つのすごい嫌でしたよ。え、なんで？後ろで踊ってるから。それはどういう意味なの？なんかタレントがタレントさんの後ろで踊るってすごい自分にとってはすごい恥ずかしいことだったから、かつて彼女たちの控え室だった大部屋の前を通り過ぎ、その安室にちょっと意地の悪い質問を投げかけてみた。どう？こうやってやっぱこういう大部屋みたいなのから一人部屋になってなんか。でも気持ち的には全然変わらないですよ。気持ちとしては、自分自身は変わらなくても取り巻く環境は大きく変わった。彼女がデビュー前に通った沖縄アクターズスクール、彼女の成功はここに通う子どもたちの気持ちをも大きく変えた。今では全国各地から生徒が集まってくる。子どもたちの意識が前はとにかくデビューしたいデビューしたいっていうところから、ちゃんと踊れるようになりたい、かっこよく踊れてかっこよく歌えてタミー姉ちゃんみたいにかっこよくステージ立てるようになりたいっていう意識になってきたんで、レッスンに取り組む姿勢がもう全然違うんですよ、やっぱり。その辺はだからすごくナミエちゃんは子どもたちに対していい影響を与えたんじゃないかなと思いますけども。この夏東京サンリオピューロランドで沖縄アクターズスクールの選抜メンバーによる東京公演が行われた。ステージには第二の安室を目指す子どもたちの熱気があふれていた。8月14日リハーサルも中盤、千葉マリンスタジアムのコンサートは日1日と近づいている。しかし自分の踊りに納得できない無口な安室がそこにいた。今回のコンサートには世界中から超一流のミュージシャンが集められた。前日に来日したばかりのバックバンドとの初めての顔合わせ。そう、アムロナミエ。全米ナンバーワンヒットを飛ばした女性パーカッションの第一人者シーラ・イーをはじめ、マイケル・ジャクソンやマドンナ、ホイットニー・ヒューストンらと共演したすごい顔ぶれだ。そうそうたるメンバーが見つめる中、安室たちは踊りの仕上げに入る。
かし自分の中で未だステージが見えてこない。She's like, good morning, good morning. 翌日バックバンドの演奏に初めて歌を合わせ、超一流の音に絶対に負けたくない。一曲ごとに細かなチェックを繰り返す。ついに最終リハーサルの日がやってきた。泣いても笑ってもこの日限り。全員が朝8時に集合、丸1日かけて総仕上げに入る。スタジオには張り詰めた空気が漂っていた。そしてこの日初めて安室が髪を束ねた。安室の目の色が変わった。じゃあ皆さん、そろそろスタンバイの方お願いします。流れはつかめた。しかし未だ言葉にならない不安が安室を支配していた。8月31日千葉マリンスタジアム、コンサートの朝がやってきた。彼女たちがスタジアムを訪れるのは実はこの日が初めて。目の前に巨大な空間が広がっている。その大きさを肌で感じ取った。売れて困ったことですか。こうプレッシャーに耐えきれなくなった時もあります。あの曲がブレイクしてくれたのはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、やっぱり次の作品ってこうなんかヒット曲をなんか出せって言われてるみたいで、こうなんかすごく嫌だなって思ったこともあるし、こう周りがなんか急激に変わったのもめちゃめちゃ嫌だし、うん、そういうのはめちゃめちゃ嫌だなって思います。あそこにもありますか。興味ですか。興味を持ってることなんだろう。仕事以外でですか。ないですね。今はもう本当にめちゃめちゃ仕事がちょっと楽しいんで。初めて立ったスタジアム。安室は私たちにこう言った。最高のステージを見せます。18歳はめちゃめちゃ充実してましたね。なんか楽しかった、うん。
歌がうまくてすっげえ踊りがうまいんで、へえすごい子が出てきたなと思って、この子は売れるだろうなと思ったんだけど、こう最初本当にびっくりしたっていうのが印象でしたね。まあ彼女のキャラクターを持ってすれば別にそのまんまやっていけば自然体で十分長い間活躍していけるアーティストだと思いますけど。Really, I mean, you have to be serious. You have to really enjoy what you do, and it seems like she really enjoys what she does, and it takes a lot of hard work, and she is doing that, so I can't see why she wouldn't be able to cross over into the American market, and even the world, in Europe. もう若いっていうのはもちろんなんだけど、その基礎もしっかりしてるから、揺るがないね。例えばその途中でどういうハプニングが起きても乗り越えられそうな気もするし、なんかこうパッと出てきた感じじゃないし、非常になんかこうバックグラウンドもちゃんとあるっていうか、しっかり一個ずつ段階を得てやってきた子だから。ニューアルバムはこの人がいなければできなかったアルバムでもあります。皆さんに紹介します。小室哲哉さん、シートナインティブルースという、曲に関してですけれども、半年ぐらいですね、温めてきた曲で、ぜひ、こういったバラードをですね、コンサートの最後とか、あと、まあ、すごくいい場面でですね、歌ってもらいたいなと思ってました。初めて詩を歌った曲でもあるし、初めて自分を多分語った歌でもあるから、今までダンスミュージックってこうなんか勢いでバーって歌詞を歌わないまま行っちゃってた部分があるから、安室奈美恵はこういう人なんだよ、一発で分かるような曲にしたい、数ヶ月前、安室は今の自分の偽らざる心境を小室哲哉に語った。彼女の言葉に小室はじっと耳を傾け、そうしてこの曲が生まれた。今日も持ったメイキの続き、一人街をさまよってる SK、 昨日からずっとしてる部屋で電話を待つよりも、歩いてる時に誰か出るを鳴らして、もうすぐ大人ぶらずに子供の武器も使える一番旬な時、寂しさは昔よりも真実に怯えてきたね、でも明日は来る。 Sweet, sweet night blue、 長すぎてゆくよね、きっと身についてゆくもの。Today
クールを装う、自然に振る舞う、かっこよさを求める現代の若者の心にも傷つきやすく孤独な魂が宿っている。そんな彼らの満たされない思いを代弁するかのように安室奈美恵は歌い続ける。夢を見つけ、一筋に憧れ、自分を信じ、まっすぐに進む。大人たちが忘れてしまった一番大切な何かを、彼女は私たちに教えてくれる。